皆さんこんばんは。12月20日火曜日、今日も生放送でお送りいたします。楽天スーパーライブ TV、 司会の遠塚奈美子です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日も素敵なゲストさんにお越しいただいています。今日はイケアのメンバーに来ていただきました。お願いします。じゃあ早速こちらのカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、まずはじゃあ僕から行かせていただきます。身長187センチ、IKEA のメンバーの中で一番背がでかい、多分スタイルがいいと自負しております、青木翔です。ぜひよろしくお願いします。自分で言うそこまで言っちゃう。さすがです。ベラベラとさ。IKEA の荻尾徳富人です。IKEA で身長が2番目に大きいです。185センチぐらいかな。持ったよ、クリスマスなんでちょっと赤、クリスマス、あー、そういうことだったんですね。来ました、よろしくお願いします。また身長の流れ出ちゃったよ。イケアの砂川シアです。身長は触れない方がいい。沖縄県出身の砂川シアです。よろしくお願いします。はい、せいやくんです。さあ、ということで今日は3人のメンバーと一緒にお送りいたしますが、番組の後半ではまたイケアのメンバーへの質問募集しております。イケアの、ツイッターもつぶやいていただいております。こちらのね、はい、9時半ぐらいからまた質問コーナーお送りいたしますので、お、もう来てますけどね。ありがとうございます。ぜひ皆さんこちらのツイッターへ質問お寄せください。お願いします。お待ちしております。さあ、それでは楽天スーパーライブ TV 生放送でお送りいたしましょう。最後までお付き合いください。まずは本日の目玉商品のご紹介です。今日の目玉はこちら。今日の目玉商品はおしゃれ家電シティネット3さんの炊飯器にもなるレシピ付き電気圧力鍋、お値段 13,165円です。材料を入れてワンタッチで調理可能、自動で加熱と加圧ができるタイマー機能付きです。豊富な料理レシピと安全機能付きなので安心して調理ができます。楽天スーパーディール対象商品なので 20% のポイントバック、今だけのとってもお得な商品です。こちら今日の目玉は私たちが出ているこの画面のすぐ下、こちらをクリックしていただきますと詳細ページに行くことができます。ぜひこちらをクリックしてチェックしてみてください。以上、今日の目玉商品のご紹介でした。さあ、今週はですね、ふるさと納税特集ということでお送りしているんですが、今日はどこだ、池のメンバー、ふるさと納税は知って小耳に存じております。お、小耳に挟んで、小耳に挟んだことがない。挟んだことがない。さすが、小耳に挟んでる、知ってる。さすがです。まあ、そんな主役みたいなね方のためにも、ふるさと納税というのはどういうものかというのを説明させていただきますが、ふるさと納税ではですね、寄付を通じて地域の人を応援したり、お礼の品を通じて新たな地域の魅力を知ることができます。寄付金を有効活用した地域づくりにも貢献できますし、地域の生産者の方々にも喜んでいただけます。そしてもちろん寄付した自分、私たちももちろんお得になるという、みんなが幸せになれる制度、それがふるさと納税です。すごい、素晴らしい。知っとくべきでしたね、これは。そうなんですよ。で、しかも楽天市場でこのふるさと納税が簡単にできるんです。楽天市場でもできる。そう、その名も楽天ふるさと納税というのがございまして、実店舗とかでしかできないイメージでした、はい、そう、こちらですね、楽天ふるさと納税、現在およそ180の自治体に寄付することが可能です。また楽天会員の ID でログインすれば、いつものお買い物と同じステップで簡単に寄付することができるんです。楽天会員情報を利用できるのでね、とっても簡単なんですね。で、今年度の寄付受付は自治体によって異なるんですが、多くの自治体が12月31日までとなっているので、もうすぐですよね。もう今日12月20日ですから31日まで、ぜひ今日の特集を見てふるさと納税していただければと思います。さあ、早速今日はどんな自治体さんが登場してくれるのか楽しみでございますが、まずは紹介 VTR、 町の紹介 VTR を見ていただきましょう。今日登場していただく町はこちらです。香川県多度津町、どんな町なんでしょうか。こちらをご覧ください。香川県多度津町は
瀬戸内海の重要拠点として栄え、少林寺拳法の総本山があることでも知られています。四国鉄道発祥の町としても知られ、駅舎には当時の蒸気機関車を展示。毎年春にはおよそ1500本のソメイヨシノが咲き誇る桜祭りが開催されます。夏には盛大に踊る夏祭りが行われ、フィナーレには4000発以上の花火が夜空を彩ります。港からフェリーに乗れば美しい島々へ行くことも、都会では味わえない絶景が広がります。町内では温暖な気候を生かしてオリーブを栽培。緩やかな傾斜地で育つオリーブには瀬戸内海の恵みがぎっしりと詰まっています。太陽のような温かい愛情が込められた特産品を皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。さあ、ということで本日は香川県多度津町の政策企画課、柏木明弘さんと安藤雄介さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあ、ということでまずは香川県多度津町についてお話をお伺いしていきたいんですが、はい、まずちょっと気になったのがお二人の後ろにいるこちらのマスコットですか、キャラクター。そうですね、こちらの方は蝶の花桜なんですけど、はいはい、それをモチーフにして、うん、はい、出来上がったゆるキャラになってます。かわいい、なんか柔らかそうですね。そうですね手作りで、はい、かわいい。この周りが桜ですね。はい、そうなってます。さくらちゃん、さくらちゃん。それとですね、こちら香川県で一番古いゆるキャラになってますので、じゃあかなりレアものです。おー、はい、元祖ゆるキャラ。そうそうそう、香川の。これ手作り、なんか手作り感がですよね。ありがとうございます。ふわふわめっちゃふわふわすごいふわふわえ、これどなたが作られたんですか。実は町の職員さんが、はい、かわいい、フェルトで。かわいい。そうなんですね、はい、いろんなイベント会場で会えたりするんですか。イベント会場で、さくらちゃん出て行ってます。さくらちゃん、はい、かわいい。人気ありそうですね。割と人気あるかな。これ桜がやっぱり多度津町の見どころの一つでもありますか。うん、そうですね、うん、はい。多度津町やっぱ自然豊かなところなんですか。はい、どういったものがありますか。うん、まあ、瀬戸内海の景色っていうのはなかなかやっぱり都会の方にも、うん、感動したとかいろいろ言っていただけるような綺麗な景色かなと思います。なんか今写真見た限り海もあって、ね、山もあって、すごいいろんな特産品がありそうですよね。うん、はい、確かに。で、気になったのが少林寺拳法の総本山があるんですか。あ、ございます。はい、すごい。あ、これあちらがそうですね。珍しいと言いますか、すごいですよね。そうですねそうなんだと思ってびっくりしました。で、またこの総本山の周りにも桜ですよね。綺麗、はい、綺麗。一応こちらが桜の名所ということで、東陵公園という、公園になってまして、はい、春の季節はお花見のお客様たくさんいらっしゃいそうですね。そうですね。素敵ですけども、さあ、ふるさと納税についてね、お話をお伺いしていきたいんですが、はい、これふるさと納税はどうして始められたんですか。どうして始められた。あ、はい、どのような形で。はいはい、2年ぐらい前までは、はい、そんなにお礼の品の数とかもなくてですね、はい、あんまり積極的ではなかったんですけども、はい、それぐらいの時期から、はい、返礼品の数とかどんどん増やして、町内の事業者さんと一緒にですね、地域盛り上げようということで取り組んでおります。はい、やっぱり地域を盛り上げたいという気持ちが一番ですかね。はい、どういったものがあるのかね、見ていきたいと思うんですが、寄付金、そのふるさと納税でいただいた寄付金の活用方法としてはどのようなものがありますか。はい、ちょっと大まかな事業のざっくりとしたご紹介しかできてないですけども、はい、まあ、福祉に関する事業でありますとか、はい、まあ、観光にある、関する事業という形で、まあ、特定のこの事業にっていうのはお示しできてないんですけども、その寄付者の方の意図に合ったような形で使わせていただいているというところになりますかね。すごくいいところですからね、やっぱりそういった町に寄付できるっていうのもふるさと納税のいいところかなと思いますね。
さあ、それではふるさと納税、多度津町さんのふるさと納税のお礼の品、早速ちょっと気になっていると思いますので、見ていきましょう。ちょっとさくらちゃん戻していただいて、ありがとうございます。すいませんね。じゃあ最初のお礼の品はこちらです。おお、香川県多度津町のオリーブハマチ、寄付の金額は3万円となっております。こちらは餌にオリーブの葉の粉末を加えることで魚臭さが抑えられ、あっさりした風味です。切るだけで簡単、大きな魚をさばけない方やギフトの方には4分の1がおすすめとなっております。アラや釜も真空にしてお届け、いろいろな料理に使えてとっても便利です。お二人、こちらの商品の特徴はどんなところでしょうか？はい、先ほど言っていただいたんですけども、はい、脂っこくなくてさっぱりした味わいというのが結構寄付者の方からも ご好評をいただいております。うわー、これオリーブハマチ、私初めて聞いたんですけども、どんなハマチなんですか？大丈夫ですか？はい、どのような、はい、オリーブを餌に混ぜているんですか？そうですね、餌の中に、オリーブの葉の粉末を混ぜて、それを20日間以上与えたものが、オリーブハマチとして流通しています。例えばですね、はい、県の、木であるオリーブと、はい、県のお魚であるハマチを、しまして、できたのがオリーブハマチとなってます。なるほど。なんか今ちょっと見た気がするな。なんか見た後事務所の先輩事務所の先輩の。そうでしたか、ね、そうなんだ。そうですか。そうですね。そうなんですね。ちょっとなんかありましたね、僕らね。それがオリーブハマチ。それがオリーブハマチというもの。全力でやっていただいても全然大丈夫です。はい、ああ、それで、ね、音楽を流していただいたらやりますけど。ちょっと権利の問題でちょっと。無理です。残念です。権利の問題でいろいろ。残念です。なるほど、それがオリーブハマチとはいうか、ハマチはもともと香川県の魚でもあるんですか？県魚の方になってまして、はい、県魚、瀬戸内海の方で養殖されてます。なるほどですね。さあ、早速こちらにですね、オリーブハマチがございますけど、はい、このような形で、真空パックになっていて、もう切り分けられたものが送られてくるということですね。はい、便利。ちなみにちょっと今お二人がこのドドンと持ってるこれを、これはまさかまさかまさか、まさか、そんな、いや、そんなことない、そんなわけない、そんなわけない。おもむろに立ち上がりますね。えじゃあ蓋を開けていただいて、はい、行きましょう、行きましょうか。はい、おお、すごい、でかでか、これ丸々1本で送っていただくこともできると。そうですね、まあ、オリーブハマチなんですけども、切り方を選んでいただけるようになってまして、はい、この1本丸ごとにつきましては、例えば子供さんと一緒にさばいてみたいとかですね、まあ、ちょっとチャレンジしてみたい方向けかなというところでございます。パーティーとかでもいいですね。確かにパーティーとかでみんなでね、さばいて、そうですね、ありますもんね、これだけあったらたっぷりと食べられるんじゃないでしょうか。このような形で選ぶことができるんですね。今ページの方見ておりますけども、1本丸ごと、これエラと内臓は除去されてますね、はい、そして半身カット、4分の1カットなど選ぶことができますのでね、ぜひご自身の用途に合わせて選んでみてください。さあ、ちょっともう見てるだけでお腹が鳴りそうですけども、こちら、今日はねございますので、これはちゃんと映りますか？あ、はい、来ております。じゃじゃん、こちらに、じゃーん、うまそう、食べましょう。シンプルに食べましょう。オリーブハマチ初めてですか？はい、3人じゃあどうぞ先に食べてください。いいどうぞ。はい、どうぞ。これは今日はお刺身でご用意いたしました、はい、やっぱり一番お刺身で食べていただくのがいいですか？そうですね、コリコリの食感味わっていただけますのでいいかなと思います。ぜひぜひ、いいですよ、いただきます、食べてください。いただきます、すいません。はい、どうぞ。お腹使ってますから。いや、もう先どうぞ。俺からじゃあ、どうぞ。いただきますね。見てるだけでも美味しそう。脂が乗っててね。うん、量でっかいの。あ、大きいのいただいちゃいます。どうぞどうぞ。もう醤油つけた瞬間、油が。ね、いいよね。美味しい油ですよ、しかも。
ただきます。僕もじゃあ最初はね。はい。どうですか？俺食べちゃっていい？この大きいの。うん。うん。オンしてますね。オンしてます。なんか油がくどくなくて、うん、割とさっぱりしてて食べやすくて美味しい。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。わかる。どう？わかる。緊張しただけじゃん。で、オリーブのおかげがあってか魚臭くなくてまた食べやすい。そうですね。そうだよね。じゃあちょっと私もいただきますよ。ありがとう。美味しいよ。これ自分でやっぱり切れるから分厚さとかも選べますしね。本当だ。醤油につけると美味しそう。いただきます。うん。うん、ほんとな。めっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しいっすよ。うん、これやっぱ、うんじゃなきゃダメなんです。これだけやっぱりもう、ほんとにあっさりしていて、何枚でも食べれちゃいそう。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。最高。日本酒にも合うし、焼酎にも合うし、ご飯にも合いそう。あ、ご飯いいですね。うん。ご飯いい。やっぱり若者はご飯なのね。ハマチ丼行きたいですね。ハマチ丼ね。いやもう本当に美味しいです。ぜひ皆さんもご賞味いただければと思います。うん、このお刺身以外の食べ方ですとどういった食べ方がおすすめですか？まあ、照り焼きですとか、先ほどご飯というお話もありましたけども、はい、漬け丼でありますとか、はい、あのこれブリシャブ的なシャブシャブも出てますね。はい、美味しそう。うわ、これこれはそそられるな。いいよね。もういいですね。だって生でもちろん美味しいですから、うん、ちょっとだけしゃぶってしてね。そうですね。いや、今の季節もぴったり。でこれ1本届いたらみんなで鍋パーティーでさばいてしゃぶしゃぶとかね。そうですね。はい、いやー、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では振り返っていきましょう。香川県多度津町のオリーブハマチ、寄付金は3万円となっております。餌にオリーブの葉の粉末を加えることで魚臭さが本当にないです。あっさりとさっぱりと食べられちゃう美味しいコリコリとした食感、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいと思います。いやー、香川県多度津町美味しいものいっぱいありそう。そうですね、もうすごい今のもうオリーブハマチでもう一気にテンションが上がってまいりましたので早速次のお礼の品行ってみましょう。こちらです、どうぞ。さあ続いてはエキストラバージンオリーブオイル青のダイヤ&新漬けオリーブセット、寄付金は1万円です。こちらは香川県多度津町で採れたオリーブのみを使用した2点セット。国産エキストラバージンオリーブオイルは自然そのものの芳醇な香りが魅力です。オリーブの塩漬けは毎年収穫時期10月と11月にだけ作られる貴重な一品となっております。さあお二人、こちらのお礼の品のポイントはどういったところでしょうか？まあ、あの青のダイヤについては、はい、本当に農家さんたちが一粒一粒ですね、はい、あの手摘みでこのようにわー本当だ仕入れをして、まあ、それを、まあ、自家といいますか自社の工場の方ですぐ絞っているような形になりますので、とても自然の香りといいますか、それを楽しんでいただけるかなと思います。あ、なるほど。いや、オリーブってこうやってできるんですね。すごい積み立てを。青のダイヤ、素晴らしい名前もかっこいいですけども、はい、そしてそれでですね、はい、あとですね、はい、はい、いきますか、はい、はい、生産者の熱意と、はい、生産者の愛情を、うん、しました、はいはい、出来上がったのはエキストラバージンオイルです。最後若干大丈夫ですね。いや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 、ちょっと何と何をうんしたかもう一回ちょっと教えてもらえますか？先ほど、はい、映像でも出てたんですけど、生産者の熱意、熱意と生産者の愛情、愛情、はい、おうん、あ、冗談、カメラがスイッチャーの方よかった、うん、うん、したわけですね。エキストラバージンオイルです。なるほど、エキストラバージンオイル。いやちょっとこちらもやっぱり食べてみたい、いただきたいっていうことでご用意いたしました。はい、じゃあまずはエキストラバージンオイルからいってみましょう。はい、こちら、あ、いいですか、こちらですね。
けますよ。じゃーん、これ、おー、オリーブのいい香りしてます。じゃあちょっといいですか。これ、はい、おいいよね。なんか普段オリーブの香りとかあんま考えたことなかったけど、こんないい香りが。いい香りするね。うわ、ほんとだ、めっちゃいい匂いする。俺好きなんだよ、これ。好きなんだ。めっちゃオリーブ好きなんですよ。じゃあこれをかけてみましょうか、はい、うん、先ほどのこちらのお魚に玉地にかけてみましょうか。いただいちゃっていいんですか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあいい、かける。あ、私がかけましょうか。怖いんで、はい、失敗しそうなんで。じゃあいきますよ。最高じゃん、マジでこの組み合わせね。いきます。おー、おー、美味しそう。いいえ、いいえ、最高じゃん。青のダイヤとオリーブハマチが、うん、してますね。してますね。してますね。いや、もうこれハマチも、ハマチも喜んでる、これ。喜んでますね。いただきます。またいただいちゃいましょうか。はい、じゃあ、じゃあ、ガッツきて。ね。ほんとね。あ、ごめんね。私が取っちゃった。じゃあ、あ、ごめん。いただきまーす。ついてるとこが。美味しいですか、やっぱり。このエキストラオイルが、エキストラバージンオイルがほんとフレッシュで、そうですね、すごい、今まで初めて食べました。美味しい。どうぞ。めちゃくちゃ美味しい、ね、オリーブオイルがすっごいいい香り。いい香りだよね、うん、いい香りです。ハマチと合う。ハマチとも合うしね。うん、めっちゃうまい、ね、めっちゃ何枚でも食べれる ね、めっちゃうまい。じゃあこのオリーブもね、だからいただきましょう。あ、やった。はい、こちらにあるからね。オリーブ大好き。いただきます。食べますよ。どうぞ。うん、おいしい、おいしい。安定の、うん、これもこの新鮮、これでも結構限定でしか作らないんですよね。そうですね、あの、取れたての身でしか作りませんので、うん、数も限定ですね。めっちゃ美味しいよね。美味しい。オリーブの概念変わるよね。フレッシュ、めっちゃフレッシュ。果実感っていうか、うん、そう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 、普段味わえないオリーブの感じがします。そう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 、オリーブ本来の、はい、フレッシュな味わいと、その中でも濃厚な味が、うん、はい、これがオリーブなんだって思いましたね、今。ですよね。オリーブよく食べるんですけど、好き、うん、よく食べるんですけど、ハズレが結構あるんですよ。だよね。これ大当たり、マジで。普段食べてるオリーブがオリーブじゃないなって思うよね。そうですね。ちょうどそんなオラブ。はい、ごめん、主役の知らないところで申し訳ございませんでした。怒って、いや、全然知らないところでいろいろ。いや、これは本当に美味しいから。めっちゃ笑ってる。何ですか、コントロールも変わるんですね。生放送です、生放送です。かわいいな、本当に。いや、本当に美味しいですから、皆さんもチェックしてみてください。あ、箱ね。あ、これね、これで届くんですけども、これもかっこいいでしょ。おしゃれ。このネーミングはどなたが決めたんですか。すごい素敵ですよね。はい、多度津町で昔あのデラウェアっていう、うん、あのブドウがですね、はい、まあ、作ってて、あのとっても有名だったんですけども、うん、それが赤のダイヤって呼ばれてて、うん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 、でそれをまあもじったではないですけど生かすような形で青のダイヤっていう名前を付けたって感じですね。なるほど、そうだったんですね、はい、でこっちのね、横にね、瀬戸内うちの小さな町で大きな、いや普通食べてるな。おいしすぎて、お姉さん説明してるだけ食べてるな。今ならいいですけど、ここね、瀬戸内の小さな町で大きな愛を注ぎ込みました。あ、まさに、はいはい、まさに、まさに、はい、生産者の熱意と、あ、こっち、あっちです。生産者の熱意と、はいはい、生産者の愛情を、はい、うーんしたものがエキストラバージンオイルです。素晴らしい。最高です。ありがとうございます。では振り返ってまいりましょう。あ、面白いですね。振り返っていきましょう。香川県多度津町産のエキストラバージンオリーブオイル、青のダイヤ&新漬けオリーブセット、寄付金は1万円です。こちら香川県多度津町で採れたオリーブのみを使用した2点セット、本当にフレッシュな
オリーブのセットになっておりますので、ぜひ皆さん食べてみてください。もちろんパスタにかけても美味しいでしょうし、もういろんなオリーブオイルはね、何でも合いますから、ぜひぜひお試しください、はい、では続いていってみましょう。続いてのお礼の品はこちらです。続いては香川県多度津町産の瀬戸の花、寄付金は1万円です。多度津町の特産品をふんだんに使用した手作りの3種が入ったセットです。完熟ミニトマトのジャムとミニトマト焼肉のタレはトマトの自然な甘みが魅力です。サワラとオリーブのふんわりそぼろは無添加手作りなのでお子様にも安心です。こちらは多度津町の特産品のセットということで、多度津町をいっぺんに味わうことができそうですね。お二人こちらの商品じゃない、お礼の品のごめんなさいね、あの横でものすごい打ち合わせ時間ありましたよね、本番までに。なんか今生放送中いいなかもんなんで、ものすごい打ち合わせされてるので笑っちゃったんですけど、こちらの、お礼の品の、特徴はどんなところでしょうか。早速ですが、はい、よろしいでしょうか、はい、いやまた来ました、お礼お時間が、はい、多度津町の真心と多度津町の愛情がうんしたものが瀬戸の花セットです。いやいや大事なところ一番大事なところ目が泳いじゃん、目が泳いじゃん、一番大事なところ一番大事なところいや面白い本当に。さあということで瀬戸の花のセットでございますけども、内容どのようなものが入っているかご説明いただけますか。はい、内容としましては、はい、ミニトマトを使ったジャムと、オリーブの、先ほどオリーブのオイルが出ましたけれども、はい、オリーブの実を使っ、オリーブの実とサワラの実を使ったふんわりそぼろ、うん、それと、県産のニンニクと、あの先ほどのミニトマトを使った焼肉のタレの3本セットと、はい、いうことになってます。ちょっと焼肉のタレ、ミニトマトの焼肉のタレ、ね、気になりますよね。見ない、見たことない、初めて見ますね。ちょっと、うん、じゃあお皿に出して、はい、お皿に出してみましょうか。はい、ね、マジでお腹がもうすごいね、しかも今回ちょっともう米が用意されてるっていう、ないんですよ。じゃあちょっと味見してみてください。いいですか。じゃあちょっとなんかつぶつぶが入ってるんですよね、うん、これは、はい、映るかな。このつぶつぶは、このつぶつぶは完熟トマトの中身なのかな。う、ね、はい、うん、ミニトマトも香川県産、多度津町のもの、はい、そうです、多度津町ですね。ニンニクも、ニンニクは県産ということになりますね。あ、香川県産ですね、はいはい、うんうん、多度津町の方がミニトマトの方が香川県で生産量ナンバーワン、トップクラスですので、すごい、それを活かしてます。いいですか、ちょっと早速。どうぞ。すいませんね。すいません。食い地が張ってる。どうぞ。そうなんですよ。はい、いいですか。はい。行きます。はい、見ていただいて。どう？どう？美味しい。サイレント美味しい。はい。初めての味わかる？ミニトマトの焼肉のタレってないじゃん。ちょっと前ごめん。聞いてない。味わってた。味わってた。どうから、どう？なんでしょう、フレッシュなんで、なんか焼肉、うん、脂っこいのと食べてても、これならそうだよね、胃もたれしなさそうだもんね、どんどんいけそう、お肉が本当だ、パリしてる、なんかちょっと甘い、うん、甘さもありますね、はい、うん、わ、この焼肉のタレはなんか美味しい、覆される、うん、美味しい、てかお肉とつけて本当食べたいし、なんかもうこれだけでご飯も食べられそうだし、ご飯確かに食べられますよね、ね、うん、めちゃくちゃ美味しい、なんか焼肉のタレとしてじゃなくても使えそう、うん、本当だ、ね、そうですね、炒め物とかにかけても絶対美味しい、うん、はい、そうですね、美味しい、うん、さあそしてそんなミニトマトのじゃん、こちらが気になるジャム、ジャム、いや、パッケージも可愛い、はい、このハートマークみたいなミニトマトがついていてね、可愛いですけども、ちょっと開けちゃいます。手作りって書いてありますね。はい、そうです。まさに地元の方が手作りで、はい、地元のおばちゃんたちが、あー、いいですね、一生懸命作ってます。いい、
絶対おいしい。いね、絶対おいしい。超味気になるんだ。じゃーん、中身こんな感じです。おいしそう。おいしそう、本当においしそう。ああ、いい香り。これでじゃあ。じゃあ、早速最初に。じゃあちょパンにつけて、せっかくだからバケットにつけて食べてみましょうか、はいはい、すごい果肉感もたっぷりありますよ、はい、じゃあこんな感じですね、うん、おいしそう、ね、ジャムだって。ジャムすごい、どういう味するの。ね、いただきます。うん、めっちゃおいしい、みんな食べよう、本当にめっちゃおいしい。早く早く。もちろんミニトマト感は残ってるんですけども、そんな中に甘みもあるし、フレッシュな酸味もあるし、めちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。これ本当におすすめ、めっちゃ美味しい。男の子も絶対好きだと思う。本当ですか。うん、お美味しいわこれ。これ美味しい。重っ、うん、めっちゃ美味しい。甘い、美味しいね、めっちゃうまい。なんだ、トマト嫌いな人も食べれそう。そうそうそう、トマト嫌いなの。全然食える。今言う、すごいね。いや、本当にトマト嫌いなの。トマトのいいとこ取ったみたいな。そう、うん、なんて言うの、ちょっとトマトのあの独特の感じがいい感じに。いや、乗せすぎるじゃん。美味しいからって。でも本当にトマト嫌いのお子さんでも絶対食べられるお味ですよね。うん、そうですね。本当美味しい。醤油。ごめんね。ちょっと本当。はい、これはうんしてますか？しますよ。もちろんしてます。そう。抜かれてます。あちらでいいですかね。多度津町の真心と、うんうん、多度津町の愛情が、うんうん、しまして。瀬戸の花絶対目線伸びてくるんですよ。うんうんした後に目線が面白い。ありがとうございます。すいません。瀬戸の花セットです。瀬戸の花セットですね。いや、これトマトジャムも美味しいんですが、うん、もう一つ気になるのがこちらでございます。サワラのサワラとオリーブのふんわりそぼろ、はい、絶対美味しいこれは。やばい、これは絶対美味しいじゃん。お米ですね、これはお米ですね。これもとっても美味しいんで、ぜひスプーン2個とも使ってやっちゃった。すみません、みんな自分のかけたい、かけたい。ちょっとガツガツしてしまう。自分で乗せてくださいな。どうぞ。あ、好きな量だけいいですか。美味しそうだね、マジでね。お米も喜んでるわこれ。はい、お米の声聞こえた。お米の声聞こえました。今日はよく喜ぶね。喜びます。喜びっぱなしだね。うん、私たちもね。じゃあ食べちゃいましょうか。いただきます。はい、はい、ずるい。いただきます。めっちゃ美味しそう。いただきます。はい、うん、どうですか。ふわふわです。お、身がふわふわ、ね、でオリーブもやっぱりフレッシュで果実感があって、はい、僕サワラ好きなんですけど、うんうん、そのふわふわな感じが好きで、その感じが残ってて、でふわふわともう果実感が、うん、うん、おー、うまい。して食感からも楽しめると思います。これやや受けでしたけど大丈夫ですか。いやいや2人全く分かったんだけど、ちょっと集中して食べてたけど。ちょっとこちらもやっぱり手作りなんですよね。そうですね。でこちらの方が手作りになるんですけど、はい、無添加。おお、無添加いいですね。はい、ですのでお年寄りやお子様にも、うんうんうん、はい、食べていただけると思います。そういったところもやっぱり真心が詰まっているわけですね。そうですね、お袋の味ですね。なんか味付けも優しくて素材の味が楽しめます。いいこと言いますね。いいこと言いますね。ありがとうございます。うまいですね。うまいですね。美味しい。食べよう。食べますよ。いただきます。オリーブ結構しっかり入ってますし、そうですね。はいはい、サワラの実もたっぷり入ってます。いただきます。
もう美味しい。本当にご飯にめっちゃ合いますね。なんかオリーブでご飯を食べるって結構新鮮な感じなんですけど、これオリーブの佃煮みたいな感じになっているので、とってもご飯にも合いますね。美味しいです。めっちゃ美味しい。食べ過ぎなんだって。だから私がすごい言ってる時にみんな本当に食いじゃって。俺一回もコメントしてない、これ。もうやる。食ってるだけ。本当だよ。これでもオリーブ本当に大きいですね。そうそう、オリーブは結構しっかり入ってて、ゴロゴロ入ってるから食べた時にちゃんと分かるし、美味しい。こんな食っちゃっていいのかな、俺。本当にガッツリ食べてる。いっぱい乗せてる。いや、美味しい、本当に。ぜひこちらは本当に多度町を味わう上でもう完璧なセットと言っても過言ではないですよね。ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。ではおさらいしていきましょう。普通に食べてる香川県多度津町さんの瀬戸の花、こちら寄付金は1万円となっております。多度津町の特産品をふんだんに使用した手作りの3種が入ったセットです。いやー、もうミニトマトのジャム本当美味しかったですし、このふんわりそぼろもご飯が進むし、焼肉のタレもぜひお肉につけて食べたいなと思いましたね。しかもなんかトマト使ってるからちょっとヘルシーな感じもして、確かに女性にもおすすめ。食べ過ぎなの。本当に喋れなくなってんじゃん。もう、ね、ぜひ皆さんもおすすめです。チェックしてみてください。では今日はですね、香川県多度津町の制作企画課柏木さんと安藤さんにお越しいただきましたが、最後はですねカメラに向かって PR お知らせなどありましたらよろしくお願いいたします。はい、いつもご寄付の方ありがとうございます。多度津町の特産品といいますか、オレンド品といいますと、もっとですね、今日あの3つしかご紹介できなかったんですけれども、先ほどお話しいただきましたお肉も、香川県オリーブ牛というのがありますので、そちらもご紹介、ご用意させていただいております。で、今楽天さんの大感謝祭中になると思うんですけども、この期間中ポイント10倍ということでやらさせていただいておりますので、ぜひこの機会に、年末最後になりましたけれども、よろしくお願いいたします。はい、多度津町さんの今年度の受付は12月31日までですか。はい、12月31日まで受け付けてます。ぜひぜひあと少しですから、皆さんもチェックしてふるさと納税してみてください。ということでお二人今日はありがとうございました。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 最後違う、最後違う、最後やんないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてのコーナー行ってみましょう。続いては午後楽天スポーツのコーナーです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。めっちゃ本当に食べてたからね、もうさんに本当に。さあさあ、じゃあ午後楽天スポーツのコーナーにね行ってみましょう。まずはゴールデンイーグルスなんですが、野球としましては WBC のですね選手が発表になりました。2017ワールドベースボールクラシックの選手ですね、日本代表ということですが、ゴールデンイーグルスからは島選手と則本選手2人が選ばれました。こちら楽天のですね、ホームページの方にコメントが寄せられておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そしてまあ、このワールドベースボールクラシックは来年2月までに追加の選手も、まあ、選手が追加になる可能性もあるということで、まだまだ、楽天の選手もしかしたら選ばれる可能性もありますので、応援よろしくお願いいたします。さあ、そしてヴィッセル神戸の話題でございます。ヴィッセル神戸 J リーグですが、今日ですね J リーグアウォーズが行われておりまして、まだ行われているのかな、もう終わったのかな、その会場に横浜アリーナで開催されているんですが、その会場にうちの、スポーツ担当リポーター正和が行っているということで、ここでバイバーをちょっとかけてみましょう。はい、もしもし、もしもし、こんばんは。こんばんは。こんばんは。正和さんですか。はい、そうです。よろしくお願いします。今横浜アリーナですか。今ですね、ちょうど記者会見が終わったところでございます。あ、じゃあちょっと画像は難しいってことですね。そうですね、ちょっと今まだ会場内なので OK です。英語ちょっと厳しいです、すいません。じゃあちょっと、お電話でリポートしていただきたいんですが、まずは
エビセル神戸レアンドロ選手、はい、得点王、そしてベストイレブンにも選ばれましたね。そうですね、うん、まあ、得点王はねシーズン終わったところで判明しているところだったんですけど、はい、ベストイレブン、まあ、優秀選手の中から選ばれるということで、うんうん、3人リストアップされていましたが、まあ、キム・スンギュ選手、ペドロ・ジュニオール選手、はい、レアンドロ選手、どの選手が選ばれるかなというところは、まあ、気になるところではありましたね。そんな中でやはり得点王という結果を出したレアンドロ選手が、うん、ベストイレブンに選ばれたというのは、やはりとても嬉しいことかなと思います。ちょっと待ってください、まさかずリポーター、ちょっと待っていただいていいですか、はい今日香川県多度津町さんに来ていただいて特産品をたくさんご紹介したんですが、はい、それがまだスタジオに残ってまして、 IKEA のメンバーそれにすごいものすごい食いついていまして、はい、なんか正和さんのリポートを ほとんど聞いてないんですけど、これは正和さん大丈夫ですか？ことないよみんな。あ、大丈夫ですよ。大丈夫なんですか？優しい。大丈夫なんですか？カメラ申し訳なくなってきちゃった。優しさ、優しさすごい。優しすぎて。すごい、さすがで、まさかずリポーター。大丈夫っすよ。他、ベストイレブン、MVP も発表になったんですよね。あ、ごめんなさい、ちょっともう一度よろしいですか？MVP も発表になったんですよね、J リーグ全体で言いますと。そうですね、今日は一応発表の場ということだったので、はい、川崎フロンターレの、うん、中村健吾選手が、うん、はい、史上最年長で MVP に選ばれました。なるほど、まあ、ちょっと、うん、はい、神戸の選手が選ばれなかったのは寂しいかなと思いますけども、まあ、レアンドロ選手ベストイレブンに選ばれたっていうのはすごい誇りですよね。そうですね、本人もですね、アオーズの会見の中で、まあ、日本語で皆さんこんばんはと挨拶した後ですね、はい、やはりビーセル神戸を支えてくれている人々にまず感謝をしたいと、うん、まあ得点王という結果を取れたことはやっぱりチームメイトにやっぱりすごく感謝をしたいということは非常に長く言ってましたね。あ、なんかそういう選手がチームにいるっていうのはすごいありがたいことですね。はい、レアンドロ選手自身もですね、2005年から、まあ、J リーグでプレーをしていて、途中カタールであったりちょっと他の、ね、うん、チームに移籍したりもあったんですが、はい、まあ、日本で長くプレーをしていたんですけども、なかなかこの得点王というタイトルを取ることができなかったので、はい、今回このタイトルを取れたことを非常に嬉しく思いますというふうに、はい、充実した笑顔で語ってくれました。めっちゃ美味しいね。なるほどですね、わかりました。正和リポーター、詳しいことはごめんなさい、今もうオリーブハマチが結構すごい人気なんですよ、うん、こちらではですね、その様子がなんとなく伺います。本当にすいません。いえいえ、それまさかずリポーター、詳しい VTR などももしかしてあるんですよね、はい、取材の。そうですね、明日ですね、アウォーズが終わった後の記者会見の模様をですね、うん、お届けできればと思っております。じゃあごめんなさい、そちらの方で詳しくはじゃあお伝えしていただいて、こちらちょっともう引き取らせていただきます。はい、ありがとうございます。マスカザリポーター、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。最後までせめて食べてほしいですね、マスカザリポーター。そうですね、帰ってきて食べていただきたいですね。おいしい。あとね、減り具合が半端じゃないっていう。育ち盛り。育ち盛り。バクバク食べてさあ、ということで、まさかずリポーターからのリポートがありました、はい、通り、ウィッセル神戸、のですね、J リーガーオーズの様子、記者会見などの様子は、明日、ゴーゴー楽天スポーツの中で VTR 流すということですので、楽しみにしていてください。以上、ゴーゴー楽天スポーツのコーナーでした。本当だ、醤油につけると。おいしそう。いただきます。うん、ほんとな、めっちゃ美味しいっすよ、めっちゃ美味しいっすよ。あ、うーん、すごいっすね。これやっぱ運じゃなきゃダメなんです。これだけやっぱりもうほんとにあっさりしていて、何枚でも食べれちゃいそう。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。最高。日本酒にも合うし、焼酎にも合うし、ご飯にも合いそう。あ、ご飯いいですね。うん、怖い。やっぱり若者ご飯なんだね。ハマチ丼行きたいですね。ハマチ丼ね。いや、もう本当に美味しいです。ぜひ皆さんもご賞味いただければと思います、うん、このお刺身以外の食べ方ですと、どういった食べ方がおすすめですか？まあ、照り焼きですとか、先ほどご飯っていうお話もありましたけども、はい、漬け丼でありますとか、漬け丼とかいい、はい、あの
これブリシャブ的なシャブシャブも出てますね。美味しそう。うわ、これこれはそそられるな。いいよね。もういいですね。だって生でもちろん美味しいですから、うん、ちょっとだけしゃぶってしてね。そうですね。いや、今の季節もぴったり。でこれ1本届いたらみんなで鍋パーティーでさばいてしゃぶしゃぶとかね。そうですね、はい、いやー、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では振り返っていきましょう。香川県多度津町のオリーブハマチ、寄付金は3万円となっております。餌にオリーブの葉の粉末を加えることで魚臭さ本当にないです。あっさりとさっぱりと食べられちゃう美味しいコリコリとした食感、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいと思います。いやー、香川県多度津町美味しいものいっぱいありそう。そう、もうすごい今のもうオリーブハマチでもう一気にテンションが上がってまいりましたので早速次のお礼の品行ってみましょう。こちらです、どうぞ。さあ続いてはエキストラバージンオリーブオイル青のダイヤ&新漬けオリーブセット、寄付金は1万円です。こちらは香川県多度津町で採れたオリーブのみを使用した2点セット。国産エキストラバージンオリーブオイルは自然そのものの芳醇な香りが魅力です。オリーブの塩漬けは毎年収穫時期10月と11月にだけ作られる貴重な一品となっております。さあお二人、こちらのお礼の品のポイントはどういったところでしょうか。まあ、あの青のダイヤについては、はい、本当に農家さんたちが一粒一粒ですね、はい、あの手摘みであのこのようにあのうわ本当だちぎってもらして、まあ、それを、まあ、自家といいますかあの自社の工場の方ですぐ絞っているような形になりますので、あのとてもあの自然の香りといいますかあのそれを楽しんでいただけるかなと思います。あ、なるほど。いや、オリーブってこうやってできるんですね。すごい積み立てを、青のダイヤ、素晴らしい名前もかっこいいですけども、はい、それでですね、はい、あとですね、はい、はい、いきますか、はい、はい、生産者の熱意と、はい、生産者の愛情を、うん、しました、はいはい、出来上がったのはエキストラバージンオイルです最後若干大丈夫ですね。ちょっと何と何をうんしたかもう一回ちょっと教えてもらえますか。先ほど、はい、映像でも出てたんですけど、生産者の熱意と生産者の愛情、はい、おっ、うん、あ、冗談、カメラがスイッチャーの方よかった、うんしたわけですね。エキストラバージンオイルですなるほど、エキストラバージンオイル。いやー、ちょっとこちらもやっぱり食べてみたい、いただきたいっていうことでご用意いたしました。はい、じゃあまずはエキストラバージンオイルからいってみましょう、はい、こちら、あ、いいですか、こちらですね、開けますよ、じゃーん、これ、おー、オリーブのいい香りしてます。じゃあちょっとこれ、はい、どうぞ。おーいいよね。なんか普段オリーブの香りとかあんま考えたことなかったけど、うん、こんないい香りが、いい香りするね。うわ、ほんとだ、めっちゃいい匂いする、ね、好きなんだよこれ好きなんだ、めっちゃオリーブ好きなんですよ。じゃあこれをかけてみましょうか、はい、うん、先ほどのこちらのお魚にお餅にかけてみましょうか。いただいちゃっていいんですか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあいい、かける、あ、私がかけましょうか、ちょっと怖いんで、はい、失敗しそうだよね。あ、じゃあいきますよ。最高じゃん、マジでこの組み合わせね。いきます。おー、おいしそう。おー、おー、おいしそう。いいえ、いいえ、最高じゃん。青のダイヤとオリーブハマチが、うん、してますね。してますね。してますね。いや、もうこれハマチも、ハマチも喜んでる、これ。喜んでますね。いただきます。いただいちゃいましょうか。はい。じゃあ、ガッツきて。ね。ほんとね。あ、ごめんね。私が取っちゃった。じゃあ、あ、ごめん。いただきます。ついてるとこ。うん、美味しいですか、やっぱり。
このエキストラオイルが、エキストラバージンオイルが本当フレッシュで、そうですね、すごい今まで初めて食べました。おいしい、どうぞ。めちゃくちゃおいしい、ね、オリーブオイルがすっごいいい香り、いい香りだよね、いい香りです。友達と合う。友達とも合うしね。うん、してます。めっちゃうまい。ね。めっちゃ何枚でも食べれる。ね。めっちゃうまい。じゃあこのオリーブもね、うん、せっかくだからいただきましょう。あ、やった。はい、こちらにあるからね。オリーブ大好き。いただきます。食べますよ。どうぞ。うん。おいしい。おいしい。安定の。うん、これもこの新鮮、これでも期間限定でしか作らないんですよね。そうですね、あの取れたての身でしか作りませんので、うん、数も限定ですね。めっちゃ美味しいよね。美味しい、オリーブの概念変わるよね。フレッシュ、めっちゃフレッシュ、果実感というか、うん、普段味わえないオリーブの感じがします。そう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 、オリーブ本来の、はい、フレッシュな味わいと、その中でも濃厚な味が、うん、はい、これがオリーブなんだって思いましたね。ですよね、オリーブよく食べるんですけど、好きで、うん、よく食べるんですけど、外れが結構あるんですよだよね、これ大当たり、マジで普段食べてるオリーブがオリーブじゃないなって思うよね。そうですね、ちょうどずつ、なんでそんな笑ってんのね。はい、これ主役の知らないところで申し訳ございませんでした。いや、全然知らないところで色々ってるいや、これは本当に美味しいからめっちゃ笑ってる。何ですか、トイントラムもやっぱあるんですね。生放送です、生放送です、知らないです。可愛いな、本当に。いや、本当に美味しいですから皆さんもチェックしてみてください。あ、箱ね、あ、これね、これで届くんですけども、これもかっこいいでしょ、うん、おしゃれ。これネーミングはどなたが決めたんですか。すごい素敵ですよね。はい、多度津町で昔あのデラウェアっていう、うん、あのブドウがですね、はい、まあ、作ってて、あのとっても有名だったんですけども、うん、それが赤のダイヤって呼ばれてて、うん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 、でそれを、まあ、もじったではないですけど生かすような形で青のダイヤっていう、はい、名前を付けたって、ね、なるほど、そうだったんですね、はい、でこっちのね横にね、瀬戸内瀬戸内の小さな町で大きな、普通食べてるな、うん、おいしすぎて、お姉さん説明してるだけ食べてるな、今ならいいなと思って、まあ、いいですけど、ここね瀬戸内小さな町で大きな愛を注ぎ込みました。あ、まさに、はいはい、まさにまさに、はい、生産者の熱意と、あ、こっち、あ、違う違う違う、生産者の熱意と、はいはい、生産者の愛情、はい、うーんしたものがエキストラバージンオイルです。素晴らしい、最高です、ありがとうございますでは振り返ってまいりましょう。あ、面白いですね、振り返っていきましょう。香川県多度津町産のエキストラバージンオリーブオイル、青のダイヤ&新漬けオリーブセット、寄付金は1万円です。え、こちら香川県多度津町で採れたオリーブのみを使用した2点セット、本当にフレッシュなオリーブのセットになっておりますので、ぜひ皆さん食べてみてください。もちろんパスタにかけても美味しいでしょうし、いいですね、もういろんなオリーブオイルはね、合いますもんね、何でも合いますから、ぜひぜひお試しください、はいはい、では続いていってみましょう。続いてのお礼の品はこちらです。続いては香川県多度津町産の瀬戸の花、寄付金は1万円です。多度津町の特産品をふんだんに使用した手作りの3種が入ったセットです。完熟ミニトマトのジャムとミニトマト焼肉のタレはトマトの自然な甘みが魅力です。サワラとオリーブのふんわりそぼろは無添加手作りなのでお子様にも安心です。こちらは多度津町の特産品のセットということで、多度津町をいっぺんに味わうことができそうですね。お二人こちらの商品じゃない、お礼の品、ごめんなさいね、あの横でものすごい打ち合わせ時間ありましたよね、おまんまでになんか今生放送中にいい仲もんなんでものすごい打ち合わせされてるので笑っちゃったんですけど、こちらの、お礼の品の、特徴はどんなところでしょうか。早速ですが、はい、よろしいでしょうか、はい、いや、また来ました俺とお時間が、はい、多度津町の、はい、真心と
田内町の愛情がうんしたものが瀬戸の花セットです。いやいや大事だよ一番大事なの。目が泳いじゃって目が泳いじゃって目が泳いじゃって一番大事なのこれいつもいや面白い本当にさあということで瀬戸の花のセットでございますけども、内容どのようなものが入っているかご説明いただけますか。はい、内容としましては、はい、ミニトマトを使ったジャムと、オリーブの先ほどオリーブのオイルが出ましたけれども、はい、オリーブの実を使っオリーブの実とサワラの実を使ったふんわりそぼろ、うん、それと、ケンサーのニンニクと先ほどのミニトマトを使った焼肉のタレの3本セットと、はい、いうことになってます。ちょっと焼肉のタレ、ミニトマトの焼肉のタレ、ね、気になりますよね。見ない、見たことないですね。初めて見ますね。ちょっと、じゃあお皿に出して、お皿に出してみましょうか。はい、ね、マジでお腹がもうすごい。ね、しかも今回ちょっともう米が用意されてるっていう。いいんですよ。じゃあちょっと味見してみてください。いいですか、じゃあ。ちょっとなんかつぶつぶが入ってるんですよね。これは。入るかな、このつぶつぶは、このつぶつぶは完熟トマトの中身なのかな。う、ね、はい、うん、ミニトマトも香川県産、多度津町のもの、はい、そうです、多度津町産ですね。ニンニクも、ニンニクは県産ということになりますね。香川県産ですね。多度津町の方がミニトマトの方が香川県で生産量ナンバーワン、トップクラスですので、すごい、それを生かして作ってます。いいですか、ちょっと早速。どうぞ。すいませんね。すいません。食い意地が張ってる。どうぞ、食べてください。そうなんですよ。いいですか。いきます。はい、ちょっと見ていただいて。どう？どう？おいしい。サイレントおいしい、はい。初めての味、わかる？ミニトマトの焼肉のタレってないじゃん。ちょ、前ごめん。聞いてる。味わってた。味わってた。どうから？どう？なんでしょう、フレッシュなんで、なんか焼肉、うん、脂っこいのと食べてても、うん、これならそうだよね、胃もたれしなさそうだもんね。どんどんいけそう、お肉が。ほんとだ、やっぱりしてる。なんかちょっと甘い、うん、甘さもありますね。うわ、この焼肉のタレはなんか美味しい、覆される。うん、美味しい。てか、お肉とつけてほんと食べたいし、なんかもうこれだけでご飯も食べられそうだし。確かに食べられますよね。ね、うん、めちゃくちゃ美味しい。なんか焼肉のタレとしてじゃなくても使えそう。うん、本当だ、ね、ね、炒め物とかにかけても絶対美味しい。そうですね。美味しい。さあ、そしてそんなミニトマトのじゃん、こちらが気になるジャム。ジャム。いや、パッケージも可愛い。可愛い。このハートマークみたいなミニトマトがついていてね、可愛いですけども。じゃあちょっと開けちゃいます。手作りって書いてありますね。はい、そうです。まさに地元の方が手作りで、はい、地元のおばちゃんたちが、あー、いいですね。一生懸命作ってます。絶対美味しい、いいね、絶対美味しい、超味気になるんだけど。じゃーん、中身こんな感じです。美味しそう。美味しそう、本当に美味しそう。あー、いい香り、これでしょう。じゃあ早速最初に、じゃあちょっとパンにつけて、せっかくだからバケットにつけて食べてみましょうか。はいはい、すごい果肉感もたっぷりありますよ。はい、こんな感じですね。美味しそう。ジャムだって。ジャム。すごい、どういう味ですね。ね、いただきます。うん。めっちゃ美味しい。みんな食べよう。本当にめっちゃ美味しい。早く早く。やっぱ。もちろんミニトマト感は残ってるんですけども、そんな中に甘みもあるし、フレッシュな酸味もあるし、めちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。これ本当におすすめ、めっちゃ美味しい。これ男の子も絶対好きだと思う。本当ですか。うん、おいしいわ、これ、これおいしい。重っ、うん、これめっちゃおいしい。うまい、おいしいね、めっちゃうまい。なんだ、トマト、トマト嫌いな人も食べれそう。そうそう、俺トマト嫌いなの。全然食える。今言う？すごいね。
ね、本当にトマト嫌いの。トマトのいいとこ取ったみたいな。そう。うん、なんていうの。ちょっとトマトのあの独特の感じがいい感じに。いや、乗せすぎでしょ。美味しいからって。でも本当にトマト嫌いのお子さんでも絶対食べられるお味ですよね。うん、そうですね。本当美味しい。ごめんね、ちょっと本当、はい、これはうんしてますか？しますよ。もちろんしておきます。抜かれてます。あ、抜かれていいですかね。多度津町の真心と多度津町の愛情がうんしまして、瀬戸の花。絶対目線乗ってくる。うんした後に目線が。面白い。ありがとうございます。すみません。セットの花セットです。セットの花セットですね。やっぱトマトジャムも美味しいんですが、うん、もう一つ気になるのがこちらでございます。はい。サワラの。サワラとオリーブのふんわりそぼろ。絶対美味しい。これはやばい。これは絶対美味しいじゃん。お米ですね。これはお米ですね。これもとっても美味しいんで、ぜひスプーン2個とも使ってやっちゃったみんな自分のかけたいかけたいちょっとガツガツしてじゃあ自分で乗せてくださいな。あ、どうぞ。あ、好きな量だけいいですか。美味しそうだね。マジでね。お米も喜んでるわこれ。はい、お米の声聞こえた。お米の声聞きました。今日はよく喜ぶね。じゃあ喜びます。喜びっぱなしだね。私たちもね。じゃあ食べちゃいましょうか。いただきます。から、はい、ずるい。いただきます。美味しそう。いただきます。はい。うん、どうですか。ふわふわです。お、身がふわふわ、ね、でオリーブもやっぱりフレッシュで果実感があって、はい、僕サワラ好きなんですけど、うんうん、そのふわふわな感じが好きで、その感じが残ってて、でふわふわともう果実感が、うん、うん、おー、うまい。して食感からも楽しめると思います。これやや受けでしたけど大丈夫ですか。やや2人全く分からなかったんだけど、ちょっと集中して食べてたけど。ちょっとこちらもやっぱり手作りなんですよね。うそうですね。でこちらの方が手作りになるんですけど、はい、無添加。おお、無添加いいですね。はい、ですのでお年寄りやお子様にも、うんうんうん、はい、食べていただけると思います。いや、そういったところもやっぱり真心が詰まっているわけですね。そうですね、お袋の味ですね。んなんか味付けも優しくて素材の味が楽しめます。いいこと言いますね。いいこと言いますね。ありがとうございます。うまいですね。はい、美味しい。食べよう。食べますよ。いただきます。オリーブ結構しっかり入ってますし、そうですね、はいはい、サワラの実もたっぷり入ってます。いただきます。もう美味しい。本当にご飯にめっちゃ合いますね。そうですね。ありがとうございます。オリーブでご飯を食べるって結構新鮮な感じなんですけど、これオリーブの佃煮みたいな感じになっているので、とってもご飯にも合いますね。美味しいです。めっちゃ美味しい。食べ過ぎなんだって。だから私がすごい言ってる時にみんな本当に食いじゃって。俺一回もコメントしてない、これ。もうや食ってるだけ。本当だよ。これでもオリーブ本当に大きいですね。そうそう、オリーブは結構しっかり入ってて、ゴロゴロ入ってるから食べた時にちゃんと分かるし、美味、うんうん、しい。こんな食っちゃっていいのかな俺。本当にガッツリ食べてる。わ、いっぱい乗せる。いや、美味しい、本当に。ぜひこちらは本当に多度津町を味わう上でもう完璧なセットと言っても過言ではないですよね。ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。ではおさらいしていきましょう。普通に食べてる香川県多度津町さんの瀬戸の花、こちら寄付金は1万円となっております。多度津町の特産品をふんだんに使用した手作りの3種が入ったセットです。いやー、もうミニトマトのジャム本当美味しかったですし、このふんわりそぼろもご飯が進むし、焼肉のタレもぜひお肉につけて食べたいなと思いましたね。しかもなんかトマト使ってるからちょっとヘルシーな感じもして、確かに女性にもおすすめ。食べ過ぎなの。本当に喋、ね、れなくなってんじゃん。
ね、ぜひ皆さんもおすすめです、うん、チェックしてみてください、うん、では今日はですね、香川県多度津町の制作企画課柏木さんと安藤さんにお越しいただきましたが、最後はですね、カメラに向かって PR お知らせなどありましたらよろしくお願いいたします。はい、いつもご寄付の方ありがとうございます。多度津町の特産品といいますか、お礼の品といいますと、もっとですね、今日あの3つしかご紹介できなかったんですけれども、先ほどお話しいただきましたお肉も、香川県オリーブ牛というのがありますので、そちらもご紹介ご用意させていただいております。で、今楽天さんの大感謝祭中になると思うんですけども、その期間中ポイント10倍ということでやらさせていただいておりますので、ぜひこの機会に、年末最後になりましたけれども、よろしくお願いいたします。はい、多度津町さんの今年度の受付は12月31日までですか？はい、12月31日まで受付てます。ぜひぜひ、あと少しですから皆さんもチェックしてふるさと納税してみてください。ということで、お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後違う、最後違う、最後やんない。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてのコーナー行ってみましょう。続いては午後楽天スポーツのコーナーです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。めっちゃ本当に食べてたからね、普通もさんに本当に。さあさあ、じゃあ午後楽天スポーツのコーナーにね、行ってみましょう。まずはゴールデンイーグルスなんですが、野球としましては WBC のですね、選手が発表になりました。2017ワールドベースボールクラシックの選手ですね、日本代表ということですが、ゴールデンイーグルスからは島選手と則本選手2人が選ばれました。こちら楽天のですね、ホームページの方にコメントが寄せられておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そしてまあ、このワールドベースボールクラシックは来年2月までに追加の選手も、まあ、選手は追加になる可能性もあるということで、まだまだ、楽天の選手もしかしたら選ばれる可能性もありますので、応援よろしくお願いいたします。さあ、そしてヴィッセル神戸の話題でございます。ヴィッセル神戸 J リーグですが、今日ですね、 J リーグアウォーズが行われておりまして、まだ行われているのかな、もう終わったのかな、したとかいろいろ言っていただけるような綺麗な景色かなと思います。なんか今写真見た限り海もあって、ね、山もあって、うん、すごいいろんな特産品がありそうですよね。はい、確かに。で、気になったのが少林寺拳法の総本山があるんですか？あ、ございます。はい、すごい。あ、これあちらがそうですね。はい、珍しいと言いますか、すごいですよね。そうですねそうなんだと思ってびっくりしました。で、またこの総本山の周りにも桜ですよね。綺麗、はい、はい、一応こちらが桜の名所ということで、東陵公園という、公園になってまして、はい、春の季節はお花見のお客様たくさんいらっしゃいそうですね。そうですね。わー、素敵ですけども、さあ、ふるさと納税についてね、お話をお伺いしていきたいんですが、はい、これふるさと納税はどうして始められたんですか？どうして始められた、あ、はい、どのような形で、はいはいはい、2年ぐらい前までは、はい、そんなにお礼の品の数とかもなくてですね、はい、あんまり積極的ではなかったんですけども、はい、それぐらいの時期から返礼品の数とかどんどん増やして、はい、町内の事業者さんと一緒にですね、地域盛り上げようということで取り組んでおります。はい、やっぱり地域を盛り上げたいという気持ちが一番ですかね。はい、どういったものがあるのかね、見ていきたいと思うんですが、寄付金、そのふるさと納税でいただいた寄付金の活用方法としてはどのようなものがありますか？はい、ちょっと大まかな事業のざっくりとしたご紹介しかできてないですけども、はい、まあ、福祉に関する事業でありますとか、はい、まあ、観光にある、関する事業という形で、まあ、特定のこの事業にっていうのはお示しできてないんですけども、その寄付者の方の意図に合ったような形で使わせていただいているというところになりますかね。すごくいいところですからね、やっぱりそういった町に寄付できるっていうのもふるさと納税のいいところかなと思いますね。さあ、それではふるさと納税、多度津町さんのふるさと納税のお礼の品、早速ちょっと
はい、気になっていると思いますので、はい、ね、見ていきましょう。ちょっとさくらちゃん戻していただいて、はいはい、ありがとうございます。すいませんね、はい、じゃあ最初のお礼の品はこちらです。おお、香川県多度津町のオリーブハマチ、寄付の金額は3万円となっております。こちらは餌にオリーブの葉の粉末を加えることで魚臭さが抑えられあっさりした風味です。切るだけで簡単、大きな魚をさばけない方やギフトの方には4分の1がおすすめとなっております。アラや釜も真空にしてお届け、いろいろな料理に使えてとっても便利です。こちらの商品の特徴はどんなところでしょうか。はい、先ほど言っていただいたんですけども、はい、脂っこくなくてさっぱりした味わいというのが結構寄付者の方からも好評をいただいております。うわー、これオリーブハマチ、私初めて聞いたんですけども、どんなハマチなんですか。大丈夫ですか。はい、どのような、はい、オリーブを餌に混ぜているんですか。そうですね、餌の中に、オリーブの葉の粉末を混ぜて、うん、それを20日間以上、与えたものが、オリーブハマチとして流通しています。例えばですね、はい、県の、木であるオリーブと、はい、県のお魚であるハマチを、しましてできたのがオリーブハマチとなってます。なるほどなんか今ちょっと見た気がするな。なんか見たことある。事務所の先輩事務所の先輩のそうでしたか。そうなんだ。そうですか。そうですね。そうなんですね。見たことなんかありましたね僕らね。それがオリーブハマチ。それがオリーブハマチ。全力でやっていただいても全然大丈夫です。音楽で流していただいたらやりますけど、ちょっと権利の問題でちょっと何ですか。残念です。権利の問題でいろいろやるということです。なるほど、それがオリーブハマチというか、ハマチはもともと香川県の魚でもあるんですか。県魚の方になってまして、はい、県魚、瀬戸内海の方で養殖されてます。なるほどですね。さあ早速こちらにですねオリーブハマチがございますけど、はい、このような形で、真空パックになっていても切り分けられたものが送られてくるということですね。はい、便利。ちなみにちょっと今お二人がこのドドンと持ってるのこれをどういった。これはまさかまさかまさか。そんな、いやそんなことない。そんなわけない。そんなわけない。まさか。おもむろに立ち上がりますね。じゃあ蓋を開けていただいて、はい、行きましょう行きましょう。はい、おー、じゃーんと、すごい、でかこれ、丸々一本で送っていただくこともできると。そうですね、まあ、オリーブハマチなんですけども、切り方を選んでいただけるようになってまして、はい、この一本丸ごとにつきましては、例えば子供さんと一緒にさばいてみたいとかですね、まあ、ちょっとチャレンジしてみたい方向けかなというところでございます。パーティーとかでもいいですね。確かにパーティーとかでみんなでねさばいて。そうですね、ありますもんね。これだけあったらたっぷりと食べられるんじゃないでしょうか。このような形で選ぶことができるんですね。今ページの方を見ておりますけども、1本丸ごと、これエラと内臓は除去されてますね。はい、そして半身カット、4分の1カットなど選ぶことができますのでね、ぜひご自身の用途に合わせて選んでみてください。さあちょっともう見てるだけでお腹が鳴りそうですけども、こちら、今日はねございますので、これはちゃんと映りますか。あ、はい、来ております。じゃじゃん、こちらにじゃーん、食べましょう。食べましょう。シンプルに食べましょう。はい、オリーブハマチ初めてですか。はい、3人じゃあどうぞお先に食べてください。どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。これは今日はお刺身でご用意いたしました。はい、やっぱり一番はお刺身で食べていただくのがいいですか。そうですね、コリコリの食感味わっていただけますのでいいかなと思います。ぜひぜひ、いいですよ、食べてください。いただきます。すいません。はい、どうぞ。お腹使ってますから。いやもう先どうぞ。俺からじゃあいただきますね。見てるだけでも美味しそう。脂が乗っててね。量でっかいの。あ、大きいのいただいちゃいます。どうぞどうぞ。もう醤油つけた瞬間脂が。ね、いいよね。美味しい脂ですよ、しかも。いただきます、ここ。じゃあ最初はね。はい。どうですか。俺食べちゃっていい、この大きいの。うん。
うん、してますね。うん、出した。なんか油がくどくなくて、うん、割とさっぱりしてて食べやすくて美味しい。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。わかる。どう？わかる。緊張しただけじゃん。で、オリーブのおかげがあってか魚臭くなくてまた食べやすい。そうですね。そうだよね。じゃあちょっと私もいただきますよ。ありがとう。美味しいよ。これ自分でやっぱり切れるから分厚さとかも選べますしね。うんうん、皆さんこんばんは。12月20日火曜日、今日も生放送でお送りいたします。楽天スーパーライブ TV、 司会の遠塚奈美子です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日も素敵なゲストさんにお越しいただいています。今日は IKEA のメンバーに来ていただきました。お願いします。じゃあ早速こちらのカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、まずはじゃあ僕から行かせていただきます。身長187センチ、 IKEA のメンバーの中で一番背がでかい、多分スタイルがいいと自負しております、青木亮です。ぜひよろしくお願いします。自分で言うよ。そこまで言っちゃう。さすがです。ペラペラとさ。IKEA の業徳富人です。IKEA で身長が2番目に大きいです。185センチぐらいかな。ちょっとクリスマスなんで、ちょっと赤クリスマス、あ、そういうことだったんですね。来ました。よろしくお願いします。また身長の流れ出ちゃったよ。イケアの砂川シアです。身長は触れない方がいい。沖縄県出身の砂川シアです。よろしくお願いします。はい、シュウです。さあ、ということで今日は3人のメンバーと一緒にお送りいたしますが、番組の後半ではまたイケアのメンバーへの質問募集しております。イケアの、ツイッターもつぶやいていただいております。こちらのね、はい、9時半ぐらいからまた質問コーナーお送りいたしますので、お、もう来てますけどね。ありがとうございます。ぜひ皆さんこちらのツイッターへ質問お寄せください。お願いします。お待ちしております。さあ、それでは楽天スーパーライブ TV 生放送でお送りいたしましょう。最後までお付き合いください。まずは本日の目玉商品のご紹介です。今日の目玉はこちら。今日の目玉商品はおしゃれ家電シティネット3さんの炊飯器にもなるレシピ付き電気圧力鍋、お値段 13,165円です。材料を入れてワンタッチで調理可能、自動で加熱と加圧ができるタイマー機能付きです。豊富な料理レシピと安全機能付きなので安心して調理ができます。楽天スーパーディール対象商品なので 20% のポイントバック、今だけのとってもお得な商品です。こちら今日の目玉は私たちが出ているこの画面のすぐ下、こちらをクリックしていただきますと詳細ページに行くことができます。ぜひこちらをクリックしてチェックしてみてください。以上、今日の目玉商品のご紹介でした。さあ、今週はですね、ふるさと納税特集ということでお送りしているんですが、今日はどこだ、池のメンバー、ふるさと納税は知って小耳に存じております。お、小耳に挟んで、小耳に挟んだことがない。挟んだことがない。さすが、小耳に挟んでる、知ってる。さすがです。まあ、そんな主役みたいなね方のためにも、ふるさと納税というのはどういうものかというのを説明させていただきますが、ふるさと納税ではですね、寄付を通じて地域の人を応援したり、お礼の品を通じて新たな地域の魅力を知ることができます。寄付金を有効活用した地域づくりにも貢献できますし、地域の生産者の方々にも喜んでいただけます。そしてもちろん寄付した自分、私たちももちろんお得になるという、みんなが幸せになれる制度、それがふるさと納税です。すごい、素晴らしい。知っておくべきでしたね、これは。そうなんですよ。で、しかも楽天市場でこのふるさと納税が簡単にできるんです。楽天市場でもできる。そう、その名も楽天ふるさと納税というのがございまして、実店舗とかでしかできないイメージでした、はい、そう、こちらですね、楽天ふるさと納税、現在およそ180の自治体に寄付することが可能です。また楽天会員の ID でログインすれば、いつものお買い物と同じステップで簡単に寄付することができるんです。楽天会員情報を利用できるのでね、とっても簡単なんですね。で、今年度の寄付受付は自治体によって異なるんですが、多くの自治体が12月31日までとなっているので、もうすぐですよね。もう今日12月20日ですから31日まで
ぜひ今日の特集を見てふるさと納税していただければと思います。さあ早速今日はどんな自治体さんが登場してくれるのか楽しみでございますが、まずは紹介 VTR、 町の紹介 VTR を見ていただきましょう。今日登場していただく町はこちらです。香川県多度津町、どんな町なんでしょうか。こちらをご覧ください。香川県多度津町は瀬戸内海の重要拠点として栄え、少林寺拳法の総本山があることでも知られています。四国鉄道発祥の町としても知られ、駅舎には当時の蒸気機関車を展示、毎年春にはおよそ1500本のソメイヨシノが咲き誇る桜祭りが開催されます。夏には盛大に踊る夏祭りが行われ、フィナーレには4000発以上の花火が夜空を彩ります。港からフェリーに乗れば美しい島々へ行くことも、都会では味わえない絶景が広がります。町内では温暖な気候を生かしてオリーブを栽培、緩やかな傾斜地で育つオリーブには瀬戸内海の恵みがぎっしりと詰まっています。太陽のような温かい愛情が込められた特産品を皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。さあということで本日は香川県多度津町の政策企画課柏木明宏さんと安藤祐介さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあということでまずは香川県多度津町についてお話をお伺いしていきたいんですが、はい、まずちょっと気になったのがお二人の後ろにいるこちらのマスコットですか、はい、キャラクター。そうですね、そうですね、こちらの方は蝶の花桜、うん、なんですけど、はい、それをモチーフにして、うん、はい、出来上がったゆるキャラになってます。かわいい、なんか柔らかそうですね。そうですね、手作りで、はい、かわいい。この周りが桜ですね。はい、そうなってます。桜ちゃん、はい、桜ちゃん。それとですね、こちら香川県で一番古いゆるキャラになってますので、じゃあかなりレアものです。おー、はい、元祖ゆるキャラ。そう、元祖香川の。これ手作り、なんか手作り感がですよね。ありがとうございます。ふわふわめっちゃふわすごいふわふわえ、これどなたが作られたんですか。実は町の職員さんが、はい、かわいい、はい、フェルトで。かわいい。そうなんですね、はい、いろんなイベント会場で会えたりするんですか。イベント会場で、さくらちゃん出て行ってます。さくらちゃん、うん、かわいい。人気ありそうですね。割と人気あるかな。これ桜がやっぱり多度津町の見どころの一つでもありますか。うん、そうですね、うん、はい、あ、多度津町やっぱ自然豊かなところなんですか。はい、どういったものがありますか。うん、まあ、瀬戸内海の景色っていうのはなかなかやっぱり都会の方にも、うん、感動